はい。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ありがとうございます。嬉しいです。もうね、収益化すぐですね。<laughs> もう収益化できてる気分で動画撮らせていただきます。あとっす。ありがとうございます。えっとね、S&P 見てるんですけど、半年チャートだと、うん。まあ、上がってはいるんですけどね。 空売りの僕ポジション持ってるんですけど皆さんはどうですかね5000今日はね朝起きたら増えてたんでこれだいぶ下がったんだなっていう風に思ってますね10%か20%ぐらいは下がるんじゃないかなっていう予想してるんで僕は今は5700ですよね10%下がると500円下がるんでえっとこれで200円ですよね20%だと1000円下がるんでここで10%下がってるんですよね 8月の下落より下がるんじゃないかなっていう、ちょっと強気な下げ幅を。うーん10%までいかないかな。20%。20%。S&P20% いったらかなりなんで、あれですけど。うん。まあ、10%は下がるとは見てますね。10%。 パー下がったら、まあ、こっから、この時ですら、80円か。そんなでもないですけど、こっから見ると100円近くですね。5日だとマイナスですね。昨日、今日だとちょっとプラスになってるんですけど、僕は短期的には下がると思ってて、まあ、S、S&P なんでね、うん。 あれっすよ。5年、10年って考えたらずっとこんな感じで上がりっぱなしなんでね。積み立ての方は気にする必要ないんですけど、トレーダーとかディーラーの方は結構気になる形してるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ僕は差が10%ぐらい下がるんじゃないかなっていうふうに見てますね。まあそうしたら、どころで10%か20%ぐらいのところで空売り買い戻して、どういう戦略取ろうかなっていう、また考えるって感じですかね。 はい、そんな感じで、ね、見ました。まあね、株価はいつでも下がるっていう風に思ってて、下がったらラッキーぐらいな、マインドでいると余裕を持って冷静な判断ができると僕は思ってますのでね。うん。で、これ見て、下がった上がったみたいな感じをやってると、まあ、投資なんでね、自己責任の領域なんでなんともなんですよね。お角違いですね。こんな感じで。 S&P 見てきましたね。まあ、あと僕の考えを話してきました。結構ね、投資日本で広まってきてくれて嬉しいなって思うところもあるんですけど、いろんな人のチャンネルの YouTube コメント欄とか、ヤフコメ見てるとね、なんか2チャンネラーがいっぱいいるなと思いながら <laughs> 見てますが、こういう金融のことを話せるのはとっても幸せなことだと僕は思ってますね。ありがとうございます。 それでも、僕が幸せって言ってもね、あなたが不幸って思ったら、それはあなたの責任ですからね <laughs>、ええ。えあ,あ幸せなことなんだなって素直にスッと入れば、あなたのね、あの、冷静な判断もできると思うので、よろしければ、ええ、試してみていただいて、思想を強めで。<laughs> ありがとうございます。それではね、また、S、サンド P ね、振り返りしてみていきたいと思いますね。朝方見ることが多いかな。 半年だと10増えてるんですね。うん。ここでポジション入れればな。僕はね、S&P はレバーかけてるんで。うん。結構楽しみなんですけどね。下がるのが。下がっても上がってもどっちでもいいんで。動いてくれればね。儲かるので。そんな感じで。ありがとうございます。また次回、動画で会いましょう。ありがとうございました。